どうもー影山です。今日はですね、これからやり続けることということについてお話ししたいと思います。えー、僕が考えていることで考えているというかやってることとまあまあまだできてないこととかいろいろあるんですけども、このずっとこうね、えー、まあ、生涯というかこうできる限りねこうやり続けていきたいなと思っていることが、えー、あります。で、それはですね、まあ一つは。えー 武道ですね、まあ、今空手をこうやってますけどもですね、えー、まだ空手は一級の状態ですねえ五、ー、十流ですね五0流空手の一級の状態で、えー、初段、えー、黒帯ですね黒帯を取ってからが <coughs> スタートやと僕の中で考えてるんで、えー、今年の暮れまあ来年、まあ、今年の12月ぐらいに えー、そのスタートを切れる状態まで僕が持っていければいいなと思ってます。それはちょっとわかんないですけども、えー、まああのー、コツコツねこう毎日やっていってその黒帯の状態にしていってそっからですね、えー、ちょっとこういろいろと、えー、武道の方ねこう動いていきたいなというふうに考えてますので黒帯になってですねそっからちょっと。 その僕は興味のあるえ部分である古武道古武術の方のものであったりとかねえその辺のこうちょっといろんなものをこう試したりこう。 稽古したり訓練したりするようなこう活動ができるといいなとほんで空手をやりながらですねそっち側もやってこうできるといいなと思ってますそれに関してはですねまた時間も必要ですけども場所お金も必要になってくるとは思いますけどもその辺やっていきたいなとで古武術古武道に関してはですね講習会とかこうそう,そういうなんかいろいろね単発のものがあるんでですねそこへちょっと参加できればいいなだから 来年ぐららいいいいいかか参加していければいいかなというふうに考えていますそこでこう参加してこう学びながらですね、えー、週1回ぐらい自分でこう立ち上げる、えー、まあ武道の研究会的なものをこうやっていって、えー、それでこうまあ仲間を募っていくというか、えー、一緒にこう稽古する仲間を募っていってこうやっていきたいなというふうなこう考えはあります。 でそれがまず1つで。もう一つは、えー、今年からちょっと、えー、書き始めている小説ですねん、まあ、小説とか本とかですね、えー、その辺のことをこうやっていきたいなと思っています。で小説に関してはですね、あのー、まだまだど素人、えー、ど素人以下という状態なんですけども、えーまあ、1冊目書いていって2冊目書いていってってやっていってですね、えーまあ、10冊目書くぐらいにはね えー、ある程度その小説としてまあ一応小説かなぐらいのレベルにはもう持っていきたいなというふうに思ってますがまあそのテクニック的なことはね、えー、あまりこう勉強しないでですね、えー、自分のその偉そうに言いますけど感性みたいなもんでこう勝負しあとはこういろな小説を読んでいる間にこう身についていったものでこう表現していきたいなと思ってますけどもこれもね、えー、なかなかこう。 いろいろ書き続けていってやっとこうその成果が出てくるかなと思うんでえいきなりこう才能がある人がバッと書けるようなもう僕はそういうもんではないんでですねやっぱりえ続けていってそれなりのもんにしたいなと。でこういうのもねえ小説とかそういうものっていう本とかっていうものはですねこのえ人生こう積み重ねていった方がですねいいものが作れるまあそうじゃない場合もあるんでしょうけども、え。ー 豊年いってもこう続けられるものだと思うんでですね。まあ、続けていきたいなというふうに思ってます。なんとかね。今もう3月入ってますね。僕は今年ね。11ヶ月に1冊書いていこうと思ってたんですけど、全然できないですね。その休みの日の朝ですね。 朝の時間を活用し吉書いてるんですけどもまあまあなかなか落ち着かない状態で、えー、まあ、どうなることやらということですけどもまあこれはこう続けていってこう面白いもんであるだろうということでやっていきます。でもう一つがですね、えー、体づくりですねこれはまあ武道ともつながってくるんですけども、えー、自分の体のねこうどういうんですかね潜在能力的なものをこう引き出していってですね、えー、よりこう 良い体の使い方っていうものをこうできるようにこうしていきたいこれに関してはね僕一人でまあまあ自分で訓練していくんですけどもそれと同時にこう体操教室であったり体の使い方講座とかね、えー、そういうことをこう開催していってですね、えー、そのね、えー、他の人もこうできるようにしていってこう まあ健康になるというかまあそういう面白さをねこう発見していってもらえればいいかなというふうにこう考えております。でこれが3つ目と。で4つ目がですねこれは、えー、演劇コントとかこの辺のあたりのもんですね、えー。この辺を自分で作っていってですね公演するとかですね、えー、そういうことはこうしていきたい。まあ、えー、演劇にしてもですね、えー、コントにしてもまだまだ僕は、えー、まあ素人というかまあ、えー、素人の演劇が 劇団ですね、ちょっと入っていたことがありましたけども,ものすごくこう下手くそでです、ね、演技も下手くそで「ぼ読みや棒読みや」棒読みやとか「うん、体揺れてるぞ」とかねこういろいろ言われましたけどもですねあのー、まああのー、これもね、えー、そのまあ年齢を重ねていってこう。 上げていけばいいいけばかなと思いますただコントとかそのお笑いに関してはですね、えー、どうしても若い人には勝てへんのかもしれないですけども、えー、その辺はまあまあ頑張っていろいろ発想できるものを発想してこう常にねこうネタを考えていくっていう形をしていきたいと。で今コントがえ 1本目を書いてるんですけど4分の1ぐらい出来上がってそこでまたストップしてる、えー、これもね、えー、休日の朝に書くんですけども小説をまず優先させてるんで、えー、コントまでいかないことコントを作るところまでいかないところがあるんでですねどっかねこう隙間をついてこう考えてそれで書いていく。でスマホにこう アプリを入れてるんでそれでこう書いていったりとかね何かの待ち時間とかでもこうえ発想させたものをこう書いていったり何かを思いついたらこう書いていくっていう形をらしていかないとですねなかなか時間がないんでですねえその辺やっていこうというふうに思っていますえこの辺りがですねこれからずっと続けていきたいなとまあ言ったら大げさに言うと一生続けていきたいなみたいな感じできる限り続けていきたいなと思っているものですそれが武道と小説体の使い方 えーまあ、演劇関係ですねコントとか演劇関係ですね、えー、この辺をやっていきたいなというふうに思います、えー、まずまあお金を稼ぐことも必要ですし、えー、いろいろとこうやっていかないといけないことはたくさんあるとは思いますけども、えー、健康をね健康力を高めてこうやっていきたいなというふうに考えておりますということで今日はですね、えー、これからやっていくものについてお話しさせていただきましたでは今日もよっしゃでいきましょうどうも ありがとうございます。